シーのガイソーです。ルマンの 65i でございます。ダンロップですね。165-6514です。で、ベッザワークエモーションでしょうか。ワークです。ブレーキパッドも十分厚みバッチリです。ローターも綺麗ですね。すごい綺麗です。まあ、ちょっとタイヤの方はガリキグ S ヒビ目見えますが、とりあえず、まあ、なんとかまだ走れますので、とりあえず現状で行かせていただきます。気にならないレベルかと思います。でマフラーです。マフラーがですね、釣り込みがですね、ちょっと幅の広い釣り込みになってます。ですのでこれちょっと短いサイズに変えれば車検の方問題ないです。まあ一応ギリギリっちゃギリギリなんですけども、ちょっと微妙かなっていうところなんで、車検の時は交換された方がっていう感じだけですね。そして減衰今6になってます。鈴木スポーツですね。ショックです。でデフの方もにじみとか垂れが出ておりませんね。レアウィングとアンテナですね。ウィングの方もこのぐらいです。派手すぎず程よいぐらいになってますのでいいと思います。まあ、実際ですね、タイヤの方見ますとかなり綺麗なんですよね。あとブレーキパッドもですね、リアの方もこれ新しいやつがついてますね。車外ではないと思うんですけど、純正対応のやつですね。問題ないと思います。で、ちょっと見ます。ここですね、その浮きが以前あったところを補修してるという感じでしょうか。すぐサビが残っちゃってますかね。まあ、下回りそれほどサビがもともとないので、その点でもいいかと思います。ここはですね、なぜかラメ調になってるんですね。これ塗り直したんでしょうかね。まあ、あんまり目立たないところですので、はい、そしてクリアレンズ、ちょっといいやつですね。今のとは違う。はい、そして、ピアノワイパーということで、21年6月までついております。屋根の方もですね、大きなへこみとか、まあ、ちっちゃい塗装の欠け、ほんの小さいエッグボですね。こんな感じで、風景と合わせるとちょこっと見えますかね。ほとんど気づかないレベルと言っていいと思います。塗装、ハゲは出ておりませんので。そして、鈴木のマークのところもですね、これご自身で削られたんですね。素晴らしいですね、ちょっと。センスのいい。うまい削り方ですよね。はい、ということで、内装の方ですね、運転席側を見ましてもまだまだ全然いいレベルですね。ちょっと今荷物乗っちゃってすいません。これがコーヒーのこぼし跡だと思います。まあ、あのシート自体はですね、大きなすれもなく、そしてカロのマットで運転席の方がこんな感じですね。ちょっと薄い汚れありますけども、左の足置く場所とペダルは、アクセルペダルはですね、合ってます。でシフトもレッツですね。シフトパターンもちゃんと乗ってます。そしてこちらは MD デッキです。はい、これになっております。でエアコンの方もですね、コンプレッサーしっかり正常作動しております。そしてナルディのステアリングということで、もう嬉しいポイント満載でございますね。ね、一回ちょっとボンネット合わせてみてください。こうやって見ますとね、若干右の方が隙間が空いちゃってるかなと。左がこのぐらいで合ってるとしても、右がちょっと開きが出ちゃってる。まあ、この辺が修復でも若干のズレということで、まあ、直そうと思えば直せるんですけども、それはご予算によって、相談させていただければと思っております。まあ、レンズの方は、まあ、ちょい曇りですね。まだ磨いてライトの方も車検に通るレベルなんですけども、一応報告までです。行きます。はい、エンジンルームです。はい、まあ、エンジンルーム安定されますし、まだまだエンジンのブレも許容範囲ですね。全然十分大丈夫です。でエアクリはですね、下向きになってますね。ちょっとメーカーはわからないんですけども、アペックスですね。アペックスの
ヤンクリになってます。ねえ、アイドリング安定してますんで、本当に。あ、オイルもまだ全然綺麗ですね。全然まだ交換しなくていいレベルです。パワーバーも、この色はどうでしょうかね。クストでしょうかね。ということで、エアコンの機器も十分ということで、本当にいい状態保っております。大きなドボドボのにじみというのもですね、もちろんですね、普通にもともとちょっとあったにじみのようなものは残ってますけども、車内に吹かせても匂いが入ってくるようなこともなく、まだまだいけるかと思います。まあ、ちょっと漏れ止めとかやっとくのもいいかもしれませんね、というぐらいですね。ということで、紹介させていただきました。まあ、よーく見ますと小さいタッチペンの跡、そしてここですね、まあ、ぶつけちゃったのでしょうか。この辺はタッチペンの跡が残っています。色番号間違って塗っちゃってるのがわざとこういうのか。そして、フォグランプあった場所ですね、はい、ここは、ただエンジンの前にいた車のマフラーのやつが被っちゃっただけですので全然問題ありません。で、下側に見ましても右ポーズのショックがあります。本当に安定しております、この車は。もちろん手を加えればですね、オイルのにじみから何から手をやっていけるんですけども、結構もう見えますね。すいません、高さに取るとすごい難しいもので、はい、ありました。かなり見えます。ということで、ざっと説明させていただきました。なかなか決まったカプチーノでございます。後期ですのでね、ぜひご検討ください。メジロ自動車小野でございました。